イルデマル・ホセ・バルガスは、ベネズエラのモナガス州、カリピト出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。2008年にアマチュアフリーエージェントで、セントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・カージナルスでプレーし、12試合に出場して打率。231、に打点。 一投類を記録した。2009年もルーキー級、ベネズエランサマーリーグカージナルスでプレーし、52試合に出場して打率。264、1本塁打、13打点、9投類を記録した。2010年にアメリカ本土に渡り、ルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスでプレー34試合に出場して打率。239、15打点。 に盗塁を記録した。2011年もルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスでプレーし、43試合に出場して打率、289、1本塁打、18打点、4盗塁を記録した。2012年は、アパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティ・カージナルス、A-9 バタビア・マックドックス、AQ パームビーチ・カージナルスでプレーし、69試合に、 出場して打率、314、4本塁打、32打点、8盗塁を記録した。2013年は、A 級ピオリアチーフスでプレーし、115試合に出場して打率、248、1本塁打、39打点、8盗塁を記録した。2014年は、A 級パームビーチと AA 級スプリングフィールド、カージナルスでプレーし、 2球団合計で120試合に出場して打率。236、1本塁打、40打点、1盗塁を記録した。2015年3月30日に自由契約となった。2015年は5月下旬まで独立リーグであるアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュでプレーし、30試合に出場して打率。273、8打点、7盗塁を記録した。 2015年6月25日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。この年は参加の A 級ケーンカウンティクーガーズでプレー。86試合に出場して打率。321、5本類打、39打点、9盗塁を記録した。2016年は A 級バイセイリアローハイド。A 級モービルベイベアーズ。 トリプル A 級リノエイシズでプレーし、3球団合計で133試合に出場して打率。305、6本塁打、37打点、21投塁を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕からトリプル A 級リノでプレーし、6月29日に メジャー初昇格を果たした。同日のカージナルス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは12試合に出場して打率308、4打点を記録した。2018年は14試合に出場して打率211、1本塁打、4打点、1盗塁を記録した。2019年はメジャーに定着し92試合に出場して打率269、26 6本類二打24打点、1盗塁を記録した。2020年8月6日にディフェとなった。2020年8月11日に、金銭トレードでミネソタツインズへ移籍した。9月2日にディフェとなった。2020年9月5日にウェーバー工事を経てシカゴカブスへ移籍した。2021年3月28日にディフェとなり、 31日にマイナー契約となった。4月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月16日に再びマイナー契約となった。5月4日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月15日に再び DF となった。2021年5月17日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍した。 だが、7試合で打率。077と振るわず、5月30日に、ディエフェとなった。2021年6月2日に金銭とのトレードで、古巣のダイヤモンドバックスへ移籍した。6月19日に、ディエフェとなり、22日に、トリプル A 級リノへ配属された。ありがとうございます。